危ないでしょ。危ないこれです。もうね、過ぎるわ今日。朝から2回チャレンジします。お願いします。はい。え、何もできない杉野ちゃんが。そうですね。何もできないんですけど。全てママに任せてる杉野ちゃんが。そうそう。体重これもったいない。そうだよ。大丈夫？できますよ。はい。昔っぽいわ。そして、そうですよ。4丁目。そんなに力入れてる。はい、はい、はい。これで、ちょっと水分は後で動くないから、もう勉強するよ。はい、はい、今くるっと回してますよ。うん。よし。ちょっと時間経ってきて、こう。こういうのは危なくないということか。はい、そうですよね。さあ、そしてですね。あ、取れた。素晴らしい。できた。それで、こうなりましたよね。これだけじゃありません。これをこのままだと、例えば冷蔵庫に入れてしますね。芯を取るとですね、実はこれが枯れるのが早いんですよ。で、これちょっと濡れたですね、キッチンペーパー、これをここに詰めてください。詰めたままこのままですね、置いとくと、この水分がキャベツの方にどんどんいって、生き生きしたままキャベツの水分が、そう、新鮮なまま食べることができる。これ便利。豆知識ですね。そうなんです。ぜひ見てください。はい、さあ続いてこれなんですよ。はい、人数の気分大変でしょ。これちょっとこっからですね、通販番組みたいになってきますけど、はい、さあこれちょっとね、これやってみてください。はい、お願いします。人参ですね。これね、まな板の包丁を使わずに野菜の細切りができる。そうです、ね、スッ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 、はい、こうやるとですね、散らかっちゃうんですけど、ね、このですね、後ろ側にこういうね、下に溜まる。下に溜まるんですよ。これをパカッと取って、ほら、これは綺麗綺麗。もうすぐ取れる。そう。これ実はね、チーズとか、チーズグレーターですね。あとね、キュウリもできるんです。できますね。こちらはあの太くすれたんですけど、裏返しにすると細い、はい、そうなんです。じゃあこのままいきますね。パスタでしょ。パスタでこれ。ああ、そうそうそう。これおしゃれじゃないですか。なるほど。そうそうそう。本当こういうのはさっきもね、イタリアパスタで買ってると思ったんですけど。ああ、ね、はい、家で。まあこんな感じでね、便利グッズは今ね、進化してますね。進化してますね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、楽しみです。こちらなんですよね、読売新聞です。ランチ、昆虫にするっていう記事でございます。この間も紹介したんですけど、国連食糧農業機関、これ FAO がですね、食糧政策として昆虫が重要だと発表したとかね、この間しましたよね、昆虫はやっぱ体にいいから食べた方がいいってことを発表した。そこで、錦糸町のカフェバーに29日、イナゴのパスタのランチが初登場したという。出ましたね。出ました。ついてましたか。昆虫食は食料危機を救う材料と食材として広まるのか。錦糸町のアブセントって店です。はい。イナゴのペペロンチーノ。ペペロン。ペペロンでございます。イナゴのペペロン。注文した際に罰ゲーム盛りか普通盛りか、これ聞かれます。罰ゲーム盛りにしますか、普通盛りにしますかって聞かれます。罰ゲーム盛りは白い皿の縁をイナゴがぐるりと取り囲む。よし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 。ペペロンの周りを罰ゲーム盛りはさーっと。西篠崎一丁目。しないですよ。一人前で25から30匹のイナゴを使い、価格は1200円。結構の額なんですよね。でも高タンパクでカルシウムやビタミン A も豊富なんだと、ね、結構、がっつり乗ってますねと驚きながらも、甘辛いエビみたい、足がちょっと伸びてしまいました。足は甘辛いエビ。最近皆さん力が聞いてみてください。保険の見直ししてみない。いいよ、めんどくさい。無料で保険を見直したら保険見直しホット。あさ漬けは人参についてる。自分は食べてできる。あさ漬けは自分で作ると野菜のことも学べるね。種だよ。あさ漬けで子供と一緒に野菜を学ぼう。エバラ。ステーキはエバラ。のタレかおろしのタレか、がっつりニンニクとあさりのおろしか、がっつりかさっぱりか。ウェブで投票。ニンニクのタレかおろしのタレか、エバラ。
ランコムが解き明かす若々しさの方程式。新しくなった美容液ジェネリックアドバンスト誕生。輝き、ハリ、弾力感、若々しさを決める10の証にアプローチ。見て、触れて、感じてほしいその肌。まずは7日間ジェネリックアドバンスト。日本女性のためにランコム。数量限定ジェネリックスターターキット発売中。スカイアクティブを搭載したビアンテグランツ新登場。いよいよミニバンにも。スカイアクティブパスチャージョンソンビルソーセージの美味しさ。西野崎の丁目、虹の家に。それは新鮮なまだ豚ひき肉にこだわり、アマゾンの新しい Kindle Fire HD なら本も、レシピ検索も、消防署、ドルビーステレオサウンドも、全部15,800円から。アマゾン Kindle Fire HD。 ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。西骨中学校入り口報道フロアから最新のニュースをお伝えします。今朝の東京市場で株価が大きく値下がりしています。日経平均株価は前の日の欧米市場の下落や円相場が一時1ドル100円台になるなど円高に傾いていることを受けて取引開始から値を下げています。一時400円以上値を下げる場面もありました。現在はご覧のようになっています。IOC 国際オリンピック委員会は2020年夏のオリンピックで追加される1競技についてレスリング、野球、ソフトボール、スカッシュの3つを候補に残すことを決めました。 IOC の理事会が終了したようです。記者会見場には各国のメディアや各競技の関係者が大勢詰めかけています。レスリング、IOC の理事会は過半数を獲得する競技が出るまで繰り返し投票を行う形式で、ロゲ会長を除く14人の理事が11回にわたり投票を行いました。レスリングは1回目の投票で過半数を確保する圧倒的な支持を集め、復活に望みを下げました。一番最初にレスリングというふうに言われて、本当に飛び上がるほど嬉しかったですし、これで終わるんじゃなくて最後まで気を抜かないように、5月までしっかり気持ちを入れてですね、頑張っていきたいなと、思っています。レスリングが決まった後、事前の評価は高くなかった野球、ソフトボールが2番目に決まりました。最後にスカッシュが決まり、有力視されていた空手などは落選しました。今回選ばれた3種目のうち、どれが最後の1種目となるかは、今年9月にアルゼンチンで開かれる IOC 総会で決まる予定です。一方、オリンピックの東京招致を目指したプレゼンテーションを前にリハーサルが行われました。リハーサルはサンクトペテルブルク市内のホテルで非公開で行われ、武田理事長らが効果的なスピーチの仕方などトレーナーからアドバイスを受けました。東京の2020の強みをぜひ皆さんに伝えたいと思います。順調にこなしようと思いますけどね。